おはよう、チボンヌたち。ラニを絶対に取り戻そう。許してはおけない。ブライス、覚えたぞ、ブライス。やはり一番重い感情は殺意だね。嵐の素顔。まあ、キリュウちゃんには申し訳ない。セーフハウスの情報をドワイトに流していた。それに清流会の海老名と通じているようなことも言っていた。合っているか？合ってる。はい、ドワイトと通じてるってことは、その上のブライスともつながってるだろう。つまりは清流会の海老名全員グル。こいつら全部がグルだったってことか。今は一刻も早くラニオ。こんなことになっちまって全部俺の責任です。ヘイちゃんが、まさか。相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して車椅子を偽装していた。まんまとやられたね。そこまで周到に張られた罠は見抜けるもんじゃねえ。だから自分を責めるな。けど花輪さんと王を死なせちまって。そうだね、命の代償は重いよ。アトネさんにも怪我をさせて、ダニは連中にさらわれちまった。せめて事態は最悪だ。生きていてラニ、それは受け入れないといけない。ナオのこと顔を上げろ。俺たちみたいなのはずっとそうやって生きてきたろ。ひとせ、俺はまだ話が飲み込めてね。お前がエイジに脅されていたってのはどういうことだ？ごめんなさい、あまりゆっくり話している時間はないんです。警察ももうすぐ来るだろうし、ここを離れないと。でもこれだけは桐生さんにも一番にも今言わないと。ちいちゃん、たたらチャンネルあるよね。うん。でっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして、うん、桐生さんの素性を暴露した。それがどうかしたのか？あのチャンネルで喋ってる VTuber、 たたらひそか、あれは私なの。ああ、タタラはじいちゃんなんだ。こういうこと。はい、どうもタタラチャンネルです。今日もすごいタレコミが入ってましたよ。なんとハワイで堂島の竜を発見。その声はじいちゃんだ。タタラ。そう、エイジがスクープのネタと台本を用意して、私がタタラヒソカとしてそれを発信する。それが今のタタラチャンネルなの。信じないわけにはいかないようだな。だがそんなところにもエイジが噛んでいたとは。キリュウさんの言った通り、エイジとエビナはつながっています。エイジはエビナの指示で動いているんです。そしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってる。そのことはエビナから直接聞いた。話はつながったな。あいつらはラニと一緒にいるアカネさんを見つけたかった。彼女をおびき出すために
一番をハワイへ行かせるように仕向けた。その監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った。私がみんなと一緒になったの。ちいちゃん、改めてブライス、エビナ、エイジがグルだったのは間違いなさそうだな。それに沢城、エビナとタタラチャンネルに出て俺の素性暴露した。そうだぜ一番、こっちも散々な目に遭わされてんだ。いや、ちょっと待ってくれ。そいつはなんかおかしい。何がだ。うまく言えねえんですけど、頭が茜さんを危険にさらすような真似するのかなって。そうだよね。あいつは何だってやるだろう。裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえか。そもそも昔は荒川にバレねえように茜さんを殺そうとしたんじゃなかったか。そん時の動機は自分の子だった若を、青木亮を守ることだけど、今頭に残されてんのは荒川のおやっさんへの義理だけだ。義理もなくしちまったのか。やってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。でも今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえ。そうか。一番、早くここはもう行かないと。キリュウさん、頭は俺にハワイへ行くように言った時頭を下げてきたんです。あの沢城がね。沢城城はどんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえ。もしかして守ってほしかったのかな。それは絶対にありえねえ。頭はてめえの人生のやり残しとして茜さんに俺を会わせたかった、その一心だったはずです。沢城、エビナの本当の狙いを知らされてなかったってことか。はい。だとしたらエビナと沢城は一枚岩じゃないってことになる。キリュウさん、頭と話をしてもらえますか。俺はこっちでラニを追いかけます。早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう。うん、分かってる。お互いにやるべきことをやろう。何かあったらまた連絡します。何にせよ沢城と話す必要があるが、もう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろう。じゃあ、だが沢城の連絡先を知る必要はある。おい、話は聞いていたの。あいつの連絡先は分かるか。ふざけろ、誰がそんなもん。言いたくなるまで付き合ってやる。聞く相手を間違えてる。偉人町で起きていることは私が沢城の連絡先も私が知ってるよ。さすがソンヒ。助かるソンヒ、うん、どうした。どうかしたか、最高。エイジって人にこっぴどく騙されたんですよね一番。そりゃもう手痛くね。なのによりにもよって沢城のことはまだ信じてる。うん、あの沢城ですよ。エビナとグルって方が全然納得いく。うん、でもキリュウさんは一番の言うこと信じてあげるんですね。それがあいつのいいところだ。お前もそう思わねえか。つるくないですか、その返し。何にせよ今沢城がキーマンなのは確かだ。ですね。よし、行こう。そう、最悪の時こそ
助けよう、ラニオ。命に変えても。キリュウさん、あれ、キリュウちゃんパートになるのかい。これからどう動くか一度頭を整理してみない？作戦会議。沢城に電話をするのはその後ってことでどう？そりゃいい考えかもしれねえな。それじゃあひとまずサバイバーに戻るってのは？なら、そろそろ彼らにも動いてもらうか。どういうこと？サバイバーに呼ぶとしよう。偉人町の均衡も崩れ出しているしな。彼ら。会ってからのお楽しみとしておこう。じらすわね。じゃあサバイバーへ戻りましょう。ん？そうか、花輪のやつ死んじまったか。一派の監視する側、される側、本来それだけの間柄だったが、あいつともいろいろあった。本当にいろんなことが、これ外伝だね。それをここまで切り抜けてきたってのに、こんなことになるとはな。花は、茜さんとラニのことは俺たちに任せろ。きっとなんとかしてみせる。仕事バカのあんたは、たまにはゆっくり休め。長い休みになるね、花は。俺もそのうちそっちに行く。サバイバーってどこだっけ。方向音痴を舐めるんじゃないよ。ここだね。キリュウちゃんパートになるのか。そうか、ね、チョウくんとハン・ジュンギが出てくること期待してもいい？いいよね。ねえ、もういいよね。もういいよね。ここで来るって言う、なんか期待していいよね。チョウくんとパン・ジュンギ、すごく楽しみにしているんだから出てくるの。サバイバーか、いい店だ。セレナにはかなわねえけどな。この前はだいぶハメを外して歌い明かしちまったな。付き合ってくれたナンバーたちに感謝しねえと。それにしてもカラオケってのは不思議なもんだ。喧嘩するのとバス停で汗を流すのもと違う。気持ちのいい疲労感が残る。それにどんな歌を歌うかでそいつの人となりが現れる。面白いもんだ。え、もういいぜ。そうだ、この前は俺ばかり歌っちまったからな。今度あいつらのお箱を聞かせてもらうか。ソンヒも歌うのか。そういえばソンヒの歌は聞いてみたいな。とりあえずサバイバーに行こう。もうついていたか。さすが早い。遅いよ。お、チョウ、ハン・ジュンギ、久しぶり、元気だった？やった。お二人ともお変わりないようで。どうも。鈴木太一さん、嬉しい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 。いや、だってほら、二人とも前作でね、あの共に仲間った、あんたにはおなじみのハン・ジュンギだ。仲間だからね。事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうか。なら話は早い。あっちの二人は偉人町の探偵でね。ん？町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんだ。へえ。今使用期間ってとこ。
カメオ出演つくもしい、かわいいつくもしい。 あの若いの、キリュウさんがどういう相手か分かってねえんだろうな。いや、知らぬが仏だね。なるほど。ごめん、あのキャラクターの名前覚えるの苦手でね。ちょっとつくもしは覚えてたんだけど、彼がエビナとどこまで深くつながっているかで、清流会への切り込み方を考える必要がある。清流会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだいそりゃ。高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね、どうやらそれは海老名のでっち上げと考えられそうです。何？組員内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば、杉浦を排除する必要は、杉浦だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。よし、思い出した。しかし大解散が単なるごめん、全然聞いてなかった。パンジュンギー、ごめん。清流会を牛耳ることなら高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。はじめは極道を大解散させるつもりが、組に入って気が変わったってことか。もしくははじめから清流会を乗っ取る気で組に入ったか。わざわざ警察のエリート官僚まで辞めてね。何のために？そこがまだ見えてないところだ。じゃあいつも海老名の隣にいる沢城ならその辺の話も知ってるかもね。話すかな。あいつが春日の言う通り海老名と一枚岩じゃねえな。沢城の連絡先は孫妃が知ってんだよね。だったら話ができないか聞いてみたらいい。海老名のいない場所でね。ジョー君、孫妃の歌はないの？孫妃の歌ねえ、孫妃の歌はないの？今カラオケできない。今カラオケできないようになっちゃってる。くそ。マスター、どうしました？ずいぶん浮かない顔に見えます。また一人仲間を亡くしまいました。そうですか。一杯飲んでいかれますか。いえ、今はやるべきことをやろうと思います。それもいいでしょう。ですが心を慰めるのも酒の役割です。気分になったらいらしてください。一杯ぐらいはご馳走しましょう。今の桐生ちゃんにとっての知り合いはこの人しかいないからね。ありがとうございます。マスター、他の仲間は？杉浦とつくもし。嬉しい！あのね、杉浦とつくもしが活躍する、ロストジャッジメントの方か、にも、チョー君が出ていたんだよ。ははははははは。嬉しいね、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 ねえ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 、チョー君の作ったご飯をね、キムタクがね、おいしいおいしいって食べるっていうだけでね、チョー君のセリフはなかったんだけどね。そういうカメオ出演があったよ。では、ソンヒお願いします。どうした？沢城に電話するか。電話する。沢城だ。桐生だ。あんたと話がしたい。桐生だ。今どこにいる？海老名は一緒か。要件を先に言ってください。俺にないか。話がしてえだけだ。
海老名のいないところでな。あいにくですが俺は忙しい。ご承知のように大量のクミンをハワイに送り出す準備中でしてね。あんたは客寄せの名誉職だ。海老名の尻にくっついてる以外で仕事あんのか。今のセルフ一の野郎が言ってたならぶっ殺すそうだ。そうだね。文句があるなら面と向かって言え。どこに行けばいい。埠頭にある清流会の倉庫です。ナンバーが場所を知っています。海老名は一緒じゃねえんだな。ええ、ですが俺は一人じゃねえ。清流会の人間が大勢いる。彼らも忙しくしてるし、仕事を邪魔してくる奴には容赦しないでしょう。なるほどな。それでも来るって言うなら、俺もこれ以上は何も言いません。では。どう考えりゃいいんだ、今の。沢城に会いに行ったら、清流会の連中が襲ってくるってことか。うん、そうなるよね。私が思うに沢城は脈ありだがね。え、本気でこちらと会う気がないなら場所も言わないし、クミンがいることも警告もしてこない、うんうん、そうだね。私には沢城から SOS が出てるようにさえ感じられた。そうだと思う。ってことはやっぱり沢城は私たちの味方。味方というか、だったら早速海老名の旅衆というか。だが一方で沢城が裏の裏を書いてくる可能性もある。つまり倉庫に行ったら大量の清流会組員はもちろん海老名も待ち構えてたりしてな。おお、じゃあどうやって嘘と本当を見極めりゃいいんだ。行って確かめるしかないよ。行ってみなきゃわからねえ。さすが桐生ちゃんは物事がわかるね。危険だけどやるしかないわね。チョー君、チョー君ついてきてくれる？なら俺も一緒に行くよ。ハンジュンギは？ハンジュンギは？え？何？ダメ？ダメじゃないよ。いいのか。ソンヒもここんとこ楽しそうにやってたみたいだしね。いや、しかしお二人にそんな軽いフットワークで動かれると方々に示しが。そんなのお前が睨み聞かせりゃ問題ないじゃん。そうは思いませんけど。お前も来てくれりゃ確かに頼もしいが、立場的にも清流会と表立って揉めるのはまずいんじゃないのか。もう偉人町の平和は崩れ始めてるし、連中から始めたことだ、ね、そうだね。偉人さんの均衡はもう崩れたね。なんだから文句言われる筋合いはないよ。それに立場気にしてダチ助けないとかなんかダサいじゃん。いやかっこいい。キリさんは助けないの？やっぱ好きだな超天優。あれ俺なんか変なこと言っちゃった？いや、変だったのは俺の方だ。そ、構わないか。うん、まあ、私は別に歓迎するなんて言わないのね。ツンデレの君にそこまで期待しちゃいないよ。よし、ってことで、みんな、またよろしく頼むよ。ジョー君！え、嬉しすぎるな、嬉しすぎるな、嬉しすぎちゃうな。どうしよう、嬉しすぎるな。おお、大歓迎だぜ、チョー。もう私たち敵なしなんじゃない？あー、拗ねてるワンコが。みんなで随分楽しそうなことですね。ワンちゃんが拗ねてるよ、ソンヒ。ご機嫌取ってあげなよ。ソンヒ、ソンヒ。かわいいな、ハンジュンギは。ハンジュンギは一緒に行かないの？
キリュウさん、清流会の倉庫なら陣内駅から行けます。倉庫までの道なら俺知ってるんで。分かった。でも蝶も加わったばかりだし、いきなり突っ込んでいくのも危険じゃない？どこかで腕試しをしたり、しっかり準備してから向かった方がいいと思うんだけど。まあ確かにそうか、何が待ってるかわからねえし。ならぴったりの案件がある。なんだ？実は偉人町で建設中だったビルに火災が発生してな、燃えてそのまま廃墟になってしまっている物件があるんだ。ダンジョンだ。最近そこが見知らぬ怪しい連中のたまり場になっているなんて噂が流れていてな。偉人町たまり場にされるだなんて、放っておいたら孫妃の監督不行き届きになるんじゃないの？なあ、だからちょうど調査して必要ならそいつらを排除しようとして思っていたところだ。なるほど、確かに腕試しはぴったりの案件かもね。腕試しにもなるし、私は手間が省ける、一石二鳥というやつだ。じゃあその廃墟とやらに行ってみよう。場所は馬車道道の西あたりだ。うちの実力者の幹部を先に向かわせている、そいつと合流しよう。よし、じゃあどこだい？ここだね。わかった、自分の足で行こうかな。蝶くんのメガネのお話が聞ける。蝶くん、それグラサンじゃないの？メガネなの？お、ナンバは逆上がりできるのか？逆上がり？なんすか急に。公園を見てちょっと思っただけだ。年重ねるとできなくなったりするからな。俺はできるよ、なんなら大車輪でね。すごい。蝶がやると鉄棒っていうよりも雑技団みたいな完成度になりそうだな。私もできるわよ、体操系は結構得意。へえ。本当かよ。じゃあちょっとやってみせてくれよ。パンツ見えるから嫌。ん？なんだ？ハラスメント案件か？ちげえよ。いや本当にできるかと思っただけで。冗談だ。管理職にいるとついね。総帥って管理職なんだ。こんな時代、総帥。変に誤解されるようなことは言わねえ方が吉なんだろうな。それでナンバーは結局逆上がりできるのか？ああ、ちょっと自信ないから夜にでもこっそりやってみるよ。それはまた別の事案で通報されそう。生きにくい世の中だな。そうだね。チョー君のメガネについて聞こうじゃないか。お、このフレームいいデザインだね。どこにあるの？俺には今蝶がかけているメガネと同じ形に見えるが。ないね。違うんだよ。まあ確かにタイプは同じだけどね、ついいつも似たようなものを選んじゃうんだよな。このタイプのメガネは家にあと20本くらいあるし。すごい。そりゃまた筋金入りだな。気に入ったデザインをずっと身につけたい気持ちはわかるぜ。でしょ、仲間仲間。よし。いいね、超天佑。桃引き。ありがとね。ね、そのありがとねの言い方ちょっと引いてたよね。あ、もらっても困るみたいな。ちょっと、でもチョウ君ちゃんとありがとねって言うんだ。親心だよ。チョウ君にあったかい格好をさせたいんだよ。ここに行くまでもラブ会話がいっぱいあるね。楽しいな。まあ、ラブ会話って。おお、なんだい、占いの店？こういうところにもいるのかね。占いの店？母みたいな占い師。そんな各駅に一人みたいな感じじゃないと思うけど。占いの店？私たちが知らないだけでいるのかもね。占いの店？ある？占ってほしい悩みとかあるの？これ？悩みか。あ、あったわ。どこからでも切れますって書いて。これ？なに？もしもし。伊達だ、キリュウ。あ、伊達さん。あ、占いの館これか。飲んだ店覚えてるか？ハーバーライトって店だ。うん。ああ、覚えてる。
手が空いたら顔出しに来てくれ。お前が来るまで一人で飲んでるからな。そんなことしてると体壊すぞ。俺の健康が心配なら早めに来い。じゃあ待ってるぜ。え、聞けなかったじゃない。こういうところにもいるのかね。これだね、占いの店。そんな各駅に一人みたいな感じじゃないと思うけど。これだな。私たちが知らないだけで。よし、取れたぜ。全然聞けないね、ここの会話。ごめんね。占いの店があるな。ちゃんと聞く、ちゃんと聞く。こういうところにもいるのかね。偉人町の母みたいな占い師。そんな各駅に一人みたいな感じじゃないと思うけど、私たちが知らないだけでいるのかもね。なんちゃん、何か占ってほしい悩みとかあるの？悩みか。あったわ。どこからでも切れますって書いてる袋が昔から全然切れねえんだよ。それは切れないね。地味にストレスでな。いつか解決したいってずっと思ってる。それ占い師に聞くこと？まあ気持ちはわかる。私も無理に開けようとして中のタレが半純義にかかって大変だった。半純義大変だな。あれにはコツがあるんだよ。爪を使って一点に力を入れるんだ。袋が濡れてるのも NG ね。おいおい、マジかよ。それだけで解決すんのか。これで解決したら蝶のこと偉人蝶の父って呼ぶぜ。それはやめて、占い関係ないし。かわいい会話だね。じゃあ今日はこのくらいにして終わりにしね。なかなか低いからレベル上げもしようね。じゃあおやすみ、チボヌたち。